ホームラン、ホームラン、ホームラン、中野さん、頑張ってね、中野さん。要救助者の捜索を第2小隊で実施したいと思います。救助隊です、誰かいましたら物音を立てるか声を出して私たちに知らせてください。救助隊です、誰かいましたら、その手の方向に了解、了解、動けない、了解、補助隊が今フロー的にちょっと終わりますか。落ちてくる可能性あるのでそこもちょっとフローさせちゃいます。分かりました、先に。はい、フローするぞ、フロー。中野さん頑張ってね、今やってかして、マジで2位でいきます。はい、ほぐしますよ、しっかりほぐすよ、しっかり、よし、進入、進入、はい、現在固定中、現在固定中、了解、ほぐしてください、ロープ引け、足場注意、気をつけて。限られた人員しかいない中で限られた装備を使いながらどれだけ迅速に早く要救助者を救出できるかにかかってくると思うんですよね。連携をどんな風に取ってどのように指示しながら活動することができるかということが課題だと思います。